平野仕様のインスタグラム、質問箱、が話題沸騰。大霧並みの面白回答にファン大興奮。元キングプリンスへの平野仕様、26、が、7月26日にインスタグラムの、質問箱、機能を使って、ファンとの交流を楽しんでいました。この中で平野仕様は、質問箱のプロ箱プロですが、 と自己紹介し、ユーモア溢れる回答でファンを楽しませていたところ、これが意外な場所でニュースになっていたというのです。関西ローカルの朝の情報番組、おはよう朝日です。おは朝、朝日放送において、平野さんのインスタグラムの話題が紹介されたのですが、その内容は、大霧並みに面白い、センスがある、と好意的に取り上げられていました。 番組にはジャニーズタレントが出演していたため、若干の配慮があったものの、普通に取り上げられたことにファンも驚いたようです。この日、番組に出演していたのは関西ジャニーズ JR 内ユニット A へ、グループの小島県24でした。ちなみに、平野は小島についてほぼ同期なんですよ。 小島が半年くらい後輩としつつも覚えてるけどそんなにプライベートで飯を行ったりとかはないですねと2022年12月23日放送のラビット TBSK で明かしていたようです。 おは、朝での平野のインスタグラムの話題の間、間小島は現場でニュースを見ていた、もののワイプに映らなかったことが話題になり SNS へで様々な声が寄せられていたようです。関西ではジャニーズタレントが他のプロダクションのタレントと同等に扱われることが多く、忖度が低いとされています。特に関西ローカルのテレビ局は、 視聴率を優先して話題性のある内容を取り上げる傾向があります。そのため、オアーサを含む関西の番組では、ジャニーズに関する話題が普通に報じられてきました。ジャニーズ事務所自体も、創業者であるジャニー北川氏の課題問題で弱体化しており、東京のキー局でもジャニーズへの忖度が薄れてきているとされています。これにより、ええ グループのデビューが決定しているとはいえ、まだ特別なパワーを持っているわけではなく、関西ローカルの番組ではジャニーズタレントとの共演があり得るという意見もあります。また、関西の番組は、やめジャニと呼ばれる元ジャニーズタレントの出演のハードルが低く、そうしたタレントたちが活躍していることも関西ローカルの特徴です。 このような状況の中で、平野紫耀が関西での共演機会を持つ可能性もあると見られています。このように、お朝での平野紫耀のインスタグラムに関する話題から、関西での共演可能性について考察されているようです。今後、関西の番組で平野紫耀がどのように取り上げられるか、ファンにとって楽しみな展開となるでしょう。